ジャッキー・ブラッドリー・ジュニアはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンド出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称は名前の頭文字をそれぞれ取って JBJ。2010年に行われたカレッジワールドシリーズでサウスカロライナ大学の優勝に貢献し、最優秀選手に選ばれる。また、 同年に日本で開催された第5回世界大学野球選手権大会にはアメリカ合衆国代表として参加した。2011年の MLB ドラフト一巡目追放でボストンレッドソックスから指名されプロ入り。2013年シーズンの開幕戦となる4月1日のニューヨークヤンキース戦にて8番左翼手でスタメン出場しメジャーデビュー。 デビュー戦では2打数無安打だったものの、3式を選びチームの勝利に貢献した。4月19日にトリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ降格したが、5月29日に最小格する。6月9日のテキサスレンジャーズ戦でメジャー初本塁打を記録した。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意した。 開幕から中堅守のレギュラー格として起用され、前半戦は打率227出塁率305超打率311で折り返す。しかし後半戦は打率126出塁率162超打率153と極度の不振に陥り、8月18日にはトリプル A 級棒タケットへの降格も経験した。 9月5日に最小格。この年は127試合に出場。打率は2割を切り、本塁打も1にとどまった。2015年8月15日のシアトルマリナーズ戦に9番で先発出場し、6打数5安打7打点5得点を記録。5本のヒットは全て長打であり、これは1900年以降では史上8人目の記録であった。この年は出番が減少し、 最終的には74試合の出場に止まったが、打率249.10本塁が43打点という打撃成績を残した。2016年4月24日のヒューストンアストロズ戦から5月25日のコロラドロッキーズ戦までジョニー・デーモンと並んでレッドソックス史上4位体となる29試合連続安打をマークした。同年は初めてオールスターに ファン投票にて選出された。自己最多の156試合の出場で打率26。267.26本塁が87打点9盗塁をマークした。2016年のオフシーズンに2013年から上原浩二がつけていた19番に変更した。2017年4月8日にフライアウトを補給することに失敗した後、試合から離脱した。その後、 右膝の捻挫が発覚。2日後の4月10日に故障者リストに入った。8月22日にホームベースにスライディングした後、試合から離脱し、その後に左親指を怪我していることが分かった。8月23日に左親指の捻挫で故障者リストに入った。レギュラーシーズンでは133試合で打率。245、17本塁打。 63打点だった。ポストシーズンでは15打数3安打で打率、200点1本塁打5打点で2017年のアメリカンリーグディビジョンシリーズでヒューストンアストロズに敗北した。2018年は小中堅守としてまた堅守が大きく注目されることとなる。ただ8月の中頃からバッティングの面で苦しみ始めた。 8月11日のボルチモアオリオールズ戦のダブルヘッダー1回戦で2本塁打を放ち、チームも5から0で勝利した。レギュラーシーズンでは144試合に出場して、打率234、13本塁打、59打点と去年より結果を落とした。10月14日の2018年の アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦でヒューストンアストロズから3回に2塁打を打ち3得点を挙げチームも7から5で勝利した第3戦では8回にロベルト・オスーナから満塁本塁打を打ちチームも8から2で勝利した第4戦では6回の最初にジョシュ・ジェームズから勝ち越しの2点本塁打を打ちチームも8から6で勝利したディビジョンシリーズでは 3アンダで9打点だったため、リーグチャンピオンシップシリーズ最優秀選手賞を受賞した。結局、ワールドシリーズでも、ロサンゼルスドジャースに勝利し、自身2度目のワールドシリーズ優勝だった。シーズン終了後、ゴールドグラブ賞を受賞した。2020年オフの10月28日に、FA となった。2021年3月8日に、 ミルウォーキーブルワーズと2年総額2400万ドルの契約を結んだ。2年目の2022年はプレイヤーオプションとなる。背番号は41。ありがとうございます。